冬狙い風、滝和人です。さあ、今私は、国道393号線けなし峠を、小樽川、あさり川に向かって下っています。で、しばらくつづら折りがありますので、それを利用してですね、バイクのコーナリングについてね懲りもせずまた話してみたいと思います。で、ちょっと前にバイクの、傾ける傾け方の4つの方法と、それにまつわる談義についてお話をしました。プッシングリーン、逆走だね曲げる、内側のステップを踏む、外側のタンクを押し込む、そして体重移動と、4つ主なものを挙げたんですけども、5つ目といいますか、4つ目体重移動の応用といいますか、ブレーキをスイッチにするというやり方があるんですよね。で、これ上りでもできますけど、下りの方が分かりやすいかと思います。で、今からヘアピンがあるのでちょっとやってみたいと思うんですけれども、まずブレーキをスイッチにするということを理解するためには、絶対安全を確保しながらコーナリングの途中でフロントブレーキをこうかけてみると分かるんですけど、こうちょっとかけると少しバイクが起きるんですよね。で、離すと寝ると、これいろんな車体の構成とその力の慣性の関係でそうなるんですけど、そんなもんだということにしておいてください。傾けてる間にブレーキかけるとちょっと起きる、そういうわけです。もう一回ここでやってみますね。旋回中にフロントブレーキをかけると起きる、離すと寝る、かけると起きる、離すと寝る、かけると起きる、離すと寝るってこういうやつです。で、この離すと寝るっていう、これ離しただけで寝ていくんですけど、これを応用して、直進時にブレーキをかけていたのをカーブに入る瞬間に離すっていうのできっかけにしようというわけです。つまり、直進時のうちにもう体重移動を終えておいて、離すとコーンと寝ていくっていう、こういう風にするんですね。途中でもう一回やってもいい、これ何回やってもいいので、これ多角形コーナリングってことになります。ちょっと曲がり方が下品な感じがしますけれども、逆に言うと、そう見えないカーブの先で曲がり込んでいても、これを応用すればもう一回曲がり込むことができるので、かなり応用の効く技ということになります。ポイントは、直進時でブレーキをかけているときにもう体重移動は終わっておいて、離した瞬間にもうそれが旋回にこう結びつくっていう、こういうことなんですよね。こういう感じですね。今2回とも少しオーバーにしましたけれども、分かりやすくするためにですね。で、この V7 はもともと腰をずらさなくても綺麗に曲がっていくバイクではありますけれども、今あえて自分でもねやりやすくするために、腰をちょっとイン側にずらしています。その方が体重しやすいですよね。で、これで、体重移動しておいて、ブレーキで直進させたのを、ブレーキで直進したのを離すとキューンと曲がるっていう、こういう感じですね。こんな感じで曲がれるというわけなんです。はい、これがブレーキをスイッチにするっていうやり方です。本当に上手な人はですね、オーバーなことをせずに、体重の重心の移動をね、こうやってしまってて、離した時もこうパーンと離さなくてね、こう穏やかに離すだけでもいいので、そうするとね、何にもしてないのに綺麗に曲がっていくように見えるんですよね、上手な人がやると、ね、私上手じゃないけどね、そういう風にすることも、可能というわけなんですね。これがブレーキングをスイッチにするというやり方です。もう一回おさらいしますと、フロントブレーキをかけると直進しようとする、離すとそれがなくなるので、もう本来体重移動が終わっていれば、離した時点でカクーンって曲がり始めるというわけです。で、この離すスピードをパンって離すとスパッて曲がり出しますし、じわーっと離すとふーっと曲がっていくと、そういう風にできます。これがブレーキをスイッチにする曲がり方でした。ただ、あくまでもこのブレーキをコーナリング中にかける練習っていうので、これね、試すための実験やってもいいんですけど、路面状況が悪くて砂が浮いてたりすると途端に転びますので、
必ず路面状況のいいところでやること、それから急にガッて握らないってことですよね。あくまでもローターに当てたとこからじわーってやってポーンって離すみたいな感じです。で、これも離し方をですね、どれぐらいに離しながらどれぐらい体重移動してどういうふうに離していったらどういうふうに曲がるのかっていうのを、やっぱり安全なところで何度かですね、こういろいろやりながら自分にとってどんな動きをするのかっていうのを体で覚えるようにすると、こうですね、体で覚えるようにするというふうにすると、いいと思います。で、最近のバイクはブレーキが非常に優秀で、効かないブレーキってのはまずないですね。効きます。で、むしろどれぐらい効かすかっていうコントロールを、する方が大事。絶対的な制動力も、緊急の時のブレーキの時には必要ですけども、こういうコーナーとかのブレーキっていうのはどれぐらい効かすか、でそれを減速度に使うのか車体の安全に使うのか、そういういろんなバリエーションができるんですよね。そしてその割合も、自分でコントロールできます。どんな風にコントロールしてどんな風に走るのか、その組み合わせも方法も自分とバイクとの関係、そして路面、道路状況、スピード、いろんな状況の中で、ベストなものを探りながら安全に走り抜けていく、これがツーリングライダーとしてのライテクなんじゃないかなというふうに思います。で、今は、ブレーキングをきっかけにするということなので、フロントブレーキを中心に考えました。実際には、前後ともブレーキをかけていることが多いので、そうするとですね、今度は前後のブレーキをどれぐらいかけ、前後のブレーキをどのタイミングで離していくかということによっても、減速度のデザイン、それから車体姿勢のデザイン、そして曲がるきっかけのデザイン、デザインという言葉を使いましたけれども、どういうふうなプランをして自分としてどういうふうに走っていくかっていうのがいろいろ工夫できるってことなんですね。なんとなく走ってるように見えても、本当に上手な人っていうのはその時その時で最適なものを、最も疲れず最も安全で最も楽しいやり方っていうのをちょっとずつちょっとずつ試しながら走っていたりするものですよね。だから、走るたびに上手くなっていくわけですね。上手い人っていうのはすごいね。僕なんか全然ダメダメですけどもね。決して飛ばしたり、命知らずなことをしたりですね、危険を冒してまで、試してみるのが、バイクライディングの上達方法ではない。必ずサーキットに行かなきゃいけないというわけでもないし、ジムカーナを必ずやらないといけないというわけでもない。自分のできる範囲の中でちょっとずつ試していく、ちょっとずつ試していくと、これ飛んでくるかもねってこう予測したりしながらいきますね。ちょっとずつ試していくと安全マージンがだんだん増えてくるのが分かりますから、同じ安全マージンを残したままだとまたできることがね、またこれもちょっとずつ増えていったりするわけですよね。そうやってだん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 ライディングの幅を広げていく、自分にできることをちょっとずつ増やしていくっていうのも楽しさの一つじゃないかというふうに思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。滝和人でした。